タイムズは英国で1785年に創刊した世界最古の日刊新聞である。発行部数は2011年4月に44万9809部、2020年3月に36万5880部である。また、日本の読売新聞と朝日新聞と提携している。ニューヨークタイムズなどの新聞との区別のために、ロンドンタイムズ、 タイムズ・オブ・ロンドンと呼ばれることもある。ルパート・マードック率いるニュース・コーポレーションのニュース・インターナショナルの参加である。世界情勢に対するイギリス世論の形成に影響力がある。オーナー、マードックの政治思考が紙面に反映されることも多く論調は保守的。1785年ジョン・ウォルターによってデイリー・ユニバーサル・レジスターの大事で創刊される。 1788年1月1日に、現在の名前、タイムズに、新聞の名前を変更する。ジョン・ウォルターは16年編集長を務めた後、1803年に、経営権と編集長の座を息子に譲る。新聞に載せた内容が名誉毀損だとして、ジョン・ウォルターは、ニューゲート監獄に収監され、中で16ヶ月を過ごしたことがある。しかし、彼のヨーロッパ中、 特にフランスからのニュースを集めるための先駆的な努力によりタイムズは官僚や資本家の中での評判を確立するタイムズは政治科学芸術文学の著名な人からの寄稿を広く集め掲載することでも評判を集める初期のこの新聞は競合他社も少なく莫大な利益を得ていたため取材活動に多額の費用を充てることができたのである また、タイムズは国外に特派員を送った最初の新聞であり、戦場へ特派員を送ったのもタイムズが最初である。W.H. ラッセルは陸軍に帯同する特派員としてクリミア戦争へ派遣され、イングランドに帰国してから莫大な影響力を持っていた。1887年から北京に派遣していたジョージアーネスト・モリソンが1900年に ワ話ンの乱に遭遇して55日間の牢状を伝えた特派員記事ではゴ五郎や日本を好意的に伝え1902年の日英同盟締結に向けてイギリス国民の世論に大きな影響を与えたインデペンデント氏がタブロイドサイズ版を発行したことに追随2003年11月今までの一般紙サイズに加えタブロイドサイズ版も発行されるようになった 2004年9月13日から北アイルランドでは平日はタブロイド版のみとなるタイムが発行する他の新聞ニュースペーパースリミテッドマーチ2020ブランドレポートありがとうございます